今ねどこにいるかっていうと、沖縄県で宮古島から池間の方に来ました。池間島の方ね。で池間島から今宮古島に戻るところなんだけど、池間大橋を今から渡っていくところです。非常に綺麗な、橋ですね。でここのところがちょうど今ね池間島入ったところにお土産屋さんとか食べるところがあったんで、ここで食事して屋上を登らせてもらって、綺麗な景色、あの橋のね景色撮ることができました。おすすめです。で、これが池間大橋ですね。池間島と宮古島をつないでる橋ということで、すごく綺麗ですね、はい、ちょっとここの角度からカメラの角度からちょっと見づらいと思いますけど、実際見てみると非常に綺麗です。今ちょうど何時かというと夕方5時35分ですね。今日は陸上自衛隊のヘリコプター墜落現場視察ということで、池間島から結構近い距離で見れましたので、伊良部島から一旦に6キロとなってたので、池間島から見た方が多分総海艇の海上自衛隊の総海艇がね、近くで割と近かったので、まあ、撮りましたけども、この池間島の方に宮古島の駐屯地からヘリコプターで来て旋回して、伊良部島の方に向かっていったわけだけど、その池間と伊良部島の間で墜落した感じです。でその現場のところで、ヘリコプター墜落ということで、106メートルね海底に隊が沈んでるということで、あの機体とね、5名が見つかって2名は死亡確認されたということです。宮古島橋でつながれている島が全部で4つですね。下地島、伊良部島、そして池間島ということでありまして、全て橋に行くことができます。池間島に関してはちょっと一周してみたんだけど8分ぐらいでしたから、小さい感じですね。
で、まあ、今日市ガス登りなんですけど、やっぱり西に位置してる、ね、っていうのもあるのか、やっぱ東から登って西に位置するっていう感じで、やっぱり東で住むのも遅いですね。その分日照時間も遅い、あの日の出の時間も遅いと思うんですよ。
里、ひらら、そうっす。あとはビーチが右に行きあるか。砂山ビーチ。で、これあたりが西原。地名で言うと西原ですね。原っていうのはね、なんとかバルとかって言ったりして沖縄で言ってるんですけど、ここが西原ですね。